好走を期待したいですね。5番人気は6番マヤノトップガン。これ以上ない仕上がりですね。逃げを打ってこの子のペースに持ち込めれば強いですよ。高級圏から脱する大事な一歩、踏み出すことができるのはどの馬娘か。このレース最も人気を集めているのは東海帝王1番人気です。実力は負けていません。2番人気三冠馬娘メジロマックイーン、注目の三冠馬娘7番セイウンスカイ、6枠7番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは7番セイウンスカイ、5番4番セイウンスカイ、期待通りの結果を出せるか。1番人気東海帝王7番セイウンスカイ、快調に飛ばしていきます。7番セイウンスカイ先頭に立ちました。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭行ったのは7番セイウンスカイ、続いてマヤノトップガン、早くも激しい競り合い、外から行く5番、後からメジロマックイーン、4番セイウンスカイ並んできた。外には9番、すぐに続いて東海帝王、2馬身3馬身開いて、2番3馬身離れてナイスネイチャー、1馬身離れて10番、後方2番手に8番1番、最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭を行きます。7番セイウンスカイ、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、向こう正面に入って先頭は7番セイウンスカイ、涼やかな風を肌に感じる札幌の地。先頭は相変わらず7番セイウンスカイ、続きましたマヤノトップガン、少し後ろから5番、少し離れて4番セイウンスカイ、すぐに続いてメジロマックイーン、東海帝王並んできた。2馬身3馬身開いてナイスネイチャー、少し離れて9番、その後ろ。すやすや大物いただき、ハマったね。さらに10番、そしてそのうちから行ったのは8番、1番現在シンガリラ、7番セイウンスカイ、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。セイウンスカイ、彼女の客室には合っていますね。4着を切りました。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。抜け出したのはマヤノトップガン、だが後続も追いすがる。夢見るだけじゃなくて、2点を通過、先頭東海帝王、しかしその差はあるか。マヤノトップガン追いすがる東海帝王、1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮し、レースを制した。勝ったのは東海帝王、最高の滑り出しでチームに1勝目を届けました。2着にはマヤノトップガン、3着はナイスネイチャー。